早速行かしていただきます。配信中、ストーリー流れもブミナケツナイトでぞ。あ、そうだね。ベタテゾ体験版ストーリーモードは特別編となっており、製品版と一部仕様が異なります。ストーリー進行をセーブすることはできませんが、入手アイテムは対戦モードに送られ保存されます。ストーリーモードを繰り返し遊ぶことで、対戦モード、うわ、これ、英雄トークン？これワンチャンストーリーモード繰り返さないとベータできないみたい、仲間にできないみたいなのないか？うほほほ！軌道？軌道？うわ、いいスマホ使ってんな。エンド？すみません。お前声でけえよ。そっちこそ。でもやっぱすげえよライモン。あとエンド、マジやばいって。今年のフットボールフロンティアもライモンで決まりだね。エンドってエンドはるか？軌道とエンド？映画じゃん、もう。なんか映画始まった？お？危ないね、道路でサッカーボール転ばしちゃダメよ。怒られるよ、これ。すみません、ボール取ってくれませんか？あ、出ちゃった感じね。感じ悪っ。感じ悪いよ梅くん、それできるなら。あ、もう触りたくもないんだ。サッカーには消えてほしい。ボールに触りたくもないんだね、もう。この世界から。いや、綺麗だね。うおこれ音もうちょい上げるか。ちょっと気持ち、学校内を少し歩いて雰囲気を見てみるかな。ZR 押しながらダッシュ、全力ダッシュ。はいはい、話しかけるし、ジャンプもあるんだね。メニューにムービー中停止もあると。マップクエストメニュー、クエストメニューあ、そこ持って歩くタイプね。で、ダッシュは、全力ダッシュあるね。すごいね、姿勢が。獲物を狩る姿勢しとるね、梅くん。すごい、空気抵抗を限りなく減らしとる。近くの選手から、え？なんだこれ？あ、これ、これイマジナリーボールじゃない？これは、ボール？これ宝箱ってやつか？こんなもの。え？なになに、こんなもの？はい。蹴飛ばしちゃったよ。あ、蹴飛ばして割って回収ね。オッケーオッケー。でも他から、周りから見たらちょっと怖いよ、梅くん。君なんか、得体の知らない、もう一人で蹴ってるように見えてるからね、他から見たら。え？君学校今日からなの？さては、この学校の評判を聞きつけて慌てて編入してきたんだな。元気なやつめ。ボイスがすごい。ボイスが、その辺のキャラにもボイスがある。検索ワード、南雲原中の評判。評判、南雲原中といえばやっぱ野球部かな。最近じゃ将来的に甲子園を目指したい野球小僧たちが押し寄せてるぜ。野球の方が有名なんだね、南雲原中野球部。これ検索ワードっていうのはマイナス、お、マップ、クエスト、君はサッカーができる。これ第1章だよな、チャプター1。サブクエスト、完了クエスト。なるほどなるほど。全力ダッシュいくか。いいね、これダッシュスタミナないんだね。ああ、南雲原にはサッカー部はない。知ってんならいちいち聞くなよ。なんかじわるな、この体格差じわるな。全国的にはサッカーは人気かもしれないが、俺は別に興味ないし、どうでもいいな。野球、南雲原中のサッカー部と。サッカー部はないんだね。
わのまずはね、話聞いてこうぜ。グランドの正面はこれ野球部が使ってそうだね。後々サッカーグランドになるのかな。こんなもの、こんなもの、待ってこんなものって聞いて自分で拾いに行くのなんかおもろいな。南雲原は確かにいい学校なんだが完璧ってわけじゃない。桜崎知ってんだろ、桜崎のこと。南雲原中桜崎と、全ての情報を手に入れた。メニューから情報ブックマークを確認してみよう。桜崎はあの桜崎だよな。ジャンプこれ何ウッキウキやん。学校楽しいなーやん梅くん。あ、今日も学校楽しいな。うん、サッカー。あ、メインメニュープラスか。お、運命くんレベル1の林属性ですね。サッカーがない南雲原中に望んで入学した。なぜかサッカーを激しく嫌っているようだと。育成召喚はストーリーモードでも召喚あるんだね。絆リンクアビリティチーム独編成、孤独をまとう新入生 RPG デッキって書いてあるね。情報ブックマーク。お、ほうほうほう、ここで見直したりするのか。花形クラブと言われている。桜崎、南雲原中の問題児桜崎ジョージ。桜崎は学校の汚点だ、クズ。早く待って、これ誰書いてんの。え、あ、これ検索結果、これ別に運命くんが言ってるわけじゃないよな。検索したら出てきましたよね、これ運命くんのメモではないよな。南雲原中にサッカー部はない。何かのきっかけで廃部になったようだ。本を詳しい原因についての記事は削除されていて残ってる。え、詳しい原因のついての記事は削除されていて残ってる。これ運命くんのメモじゃねえだろうな、これ。え、運命くんのメモだとしたらこいつなかなかネジ飛んどるで何本か。これ匿名のコメントとかじゃねえの、運命くんのメモこれ。クズ、早くやめればいい。なかなかよな。南雲原中、九州屈指の進学校。校舎は比較的新しく清潔で好印象。すごいな、データの取り方が。生徒の空気も悪くない。学校の雰囲気はデータ通り。やっぱあれ運命くんのメモじゃね。あいつ、こいつやべえって。学業だけでなくスポーツにも力を入れ、やっぱ野球部なんだな。野球部の活躍が目覚ましい。まさに文武両道、火の打ち所のない理想的な学校。お、ジョージとはいかないか。2年の問題児桜崎ジョージ。時代を錯誤した不良、 SNS でもクズと叩かれている。相当有名人だね。どんな学校にも一つや二つ問題はある。それでもここは僕にとっていい学校なんだ。なぜならここにはサッカー部がないから。前はあったんだな。何かが原因で廃部になったと。このボール持って帰るやつだ。うおお、急にイケメンじゃん。何。学校に着いたら先生に会いに行くんだったな。なんかめっちゃあるけど。え、これデータ取るんじゃないの。うわ、ボールだ。こんなもの、待ってー。これなんだ。はい、パシャって写真撮んのかな。破れたサッカーボール、検索ワード。ん、待って、急に音でかなった。大丈夫か。旧体育倉庫。中入れたりは。お、今はこの先に用がない。今は、ほうほう、物質なりそう。ここ物質なりそう。まずはじゃあ物語に沿っていくか。自分のクラス1の A ね、 A 組ね。じゃあまずは、まあ、正面玄関からえ、なんだ、なんかおるな。なんか一人フォーカスバトルやってるやつおるな、なんかな。じゃあこの辺端狙っていくか。フォーカス、何、見えない壁がこいつ最強やん。ボディービルダー部員、新入部員の勧誘のため仕上げてきたんだ。制服の上からでもわかるだろう、この肉体美が。いや、ちょっと細いかな。なんだ、妖怪バトル。マジでこいつら妖怪じゃねえの。なん、これが
フォーカスバトル？究極のマッスルポーズを研究しよう。勧誘ならお断りします。急いでるので道を開けてください。中等部ってさっき書いてあったからね、まあ、中高一貫かもね。バトルの進め方、アクションストーンの性格属性と、アクションストーンは行動可能回数を示す、コマンドを選ぶと減少するか時間経過で回復する、ストーンが残っているときは敵の攻撃を待たずに指示を出せる。ほうほう。キャラクターにはそれぞれ4種類、性格属性、頭脳、武闘、天然、魅力。運命は武闘だろうな。一部の敵は城壁を持っており、攻撃を完全にガードする城壁の上に表示された性格属性で攻撃すること。ほーん。え、じゃあこいつらは、あ、これターン制バトルなの？きっちりお辞儀。A ボタンで選んできっちりお辞儀。なるほど。僕には無理です。あ、勝った。運命くんはこれは 何属性なんだ？お断り。いいね、お辞儀の角度が素晴らしかったね今。お断りします。え、これまあボディービルダー部員 A にちょっとフォーカス合わせて知らん顔でいくか。興味ありません。えぐいえぐいえぐい、必殺が出た。頭でゴン、頭でゴンが出ました。これどうする、これどうすればいいんだ。はあ、あ、これじゃんけん勝ったのか今。興味ありません。これ防御とかはあるのか。まあお断りしとくか。なんか相手今グーって出てたな。これ今パーで属性相性、あ、つけたのか。なるほど。相手の話が通じない奴らにはくれ。なんだ、頭も鍛えたらどうでしょう。あ、脳筋だと。頭も筋トレしたらどう。脳みそも筋トレしたらどうですか。興味ありません。オッケー。これテンションが上がったら下の必殺使えたのか。わからないとは、君は人生損してるぞ。得るものはあったか。え。これ稲妻イレブン。俺たちは何をやってるんだ。お、スワザとクノート落ちた。先生おはようございます。あの、Are you OK？ 浮かない顔してるから、まあフルボイスってわけではないんだ。うお、校舎広。あ、オートセーブ入ってんね。自販機とかに何か買えるわけではないと。あ、この辺の人たちは喋れないんだ。ランラン、お、なんだ、風紀委員。良い学校生活は良い身だしなみから、風紀指導の時間だ。風紀指導入ります。相手2人か。相手でもなんか前髪長くないか。指導対象だ、ボタンは全部閉めろ。前髪長いんじゃないか。風紀その程度で指導されないといけないんですか。え、おなんだ、バトルとどめ、スイートアタック。攻撃すると画面左上にテンションが溜まっていき、最大前ってたまると強力なとどめコマンドが使用可能に。パワハラだと注意受けそうな一撃だ。敵の攻撃の中にはスイートアタック、即死級のダメージを与えてくるものがある。発動前にはカウントダウンされる。対抗する準備ってなんだ。どれをどう対抗するんだ。はい、よく見てください。太陽球。待って、ちょっと強いぞ相手。強いぞこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、これ今戦うべき相手じゃないかもしれない。これ勝てるか。上下してるけ危ないですよ先生。この人蒸気投げてきました。まあ、長えな。えぐえぐえ。だからお前はモブなんだ。こいつやばいっすよ。あなたのようなモブにはならない。まずい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 。まずい。あ、これ負けたくね。あ、負けたわ。僕は何をしているんだ。俺も何してるんだこれ。これまだだね、運命くんね。ちょ、まだ先自分の教室行こうか。お、あるわ、こんなもの。あ、日記ね。なんか特別なトークンがあるわけではなさそう。これもう一個上か。お、これ担任の先生なんだ。すいません、ちょっと学校内を見てたら遅くなって。めっちゃ可愛いじゃん。あ、来た来た。じゃあこれからクラスのみんなに紹介するね。やば、一目惚れ。いや、いいえ。あれ、まだ心の準備ができてないのね。大丈夫、
みんないい子たちばっかりだから。あ、転校生なのかな運命くんは。こんなもの、まあ、新しいアイテムがあるとかいうわけではないんだ。じゃあこれから。笹波くんはご両親の都合で数日遅れての入学になりました。あ、数日遅れてなんだね。笹波運命です、よろしくお願いします。あれ、木曽路、運命と運命的な出会いってわけだな。こんな運命話はねえぞ。なんだこいつ。笹波くん、じゃああの席へ。俺は木曽路平太、みんなには掃除って呼ばれてる。よろしくな。じゃあ俺も呼ばせてもらおう、掃除って。え？さっきの全然面白くなかった。おお。まレスバだね。レスバしてくタイプね。よわ。おいいやつ。暗いよお前。一緒にゲーセンでも寄ってくか。いいやつだな。禁止されてるだろ。じゃあどこ行きたい？お前この町来たばっかだろ。俺が案内してやるよ。町のデータならすべて頭に入ってる。多分君よりもね。この周辺に僕が今行きたいところはない。データって。こいつマジで。あれ。来たー、攻略しがいのある陰キャ。そこで上がるんだ、キー。いや、ソジは。ソジは、お、なんだなんか始まった。まあ、待てて。俺の話を聞け。俺がお前の、この町での最初の友達ってことでいいだろう。な、もっと話そうぜ。しつこいな。え、フォーカスバトル、え、フォーカスバトルじゃ、何バトルっつんだっけこれ。ノリノリだね、ソジ。友達になろうぜ、な。いや、まあ友達しっかりと追い払うしかない。やっぱ一人が好きなんだね。やっぱ人間強度下がるとか言いそうやな。バトルの進め方、まあ、必殺気合痛恨、ほうほうほう。必殺は通常より大きなダメージを与える、ラッキーな一撃だ。気合は瞬間的な火の向けという、ほうほうほう。痛恨は油断した一瞬、敵に踏み込まれた時に発生する。通常油断した一瞬ってどういう時？でもまあ要は運ってことだよな。なんか BGM いいね。ワンツーワンツー塩対応。入りたい部活とかある？これ抜群がいまいちわかんねえな。相性で言ったら運命くんは今相性は、相性は別にいいも悪いもないのか。やり過ごし分かった。このじゃんけんは完全に運なのかな。片組み、これ守るないの。あ、パー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 。おー、オッケーオッケー。一瞬だけ出る感じか。じゃあ相手が出してきたじゃんけんでみたいなないのか。スマホいじり、ほう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 。痛いって！おい、木曽路！俺と飛ぶ！そうかーいっしょ！えぐえぐえぐ、負けたって普通に。普通に負けたって。何をしているんだ？何？何？守備範囲広いね、曽路。曽路に当てたれ、もうこれ。あ、ちゃんと別を逆の方向けんのね。うん、なんかプレゼント。コレクターな娘。あと一個で全部コンプリートできるの。集められないと、私ね、夜も眠れないの。そりゃ困ったね。あ、あざす。あ、いいんだ。くれるんだね。え、これどうやって勝つん？え？あ、回復か。あ、友達になろうぜ。ガッツギア。なんだなんだ。ガッツギア。元気プロテイン。ガッツギアあるんだね。しっかり回復しかないか。400回復。もう一個使ってみたいな。ちょ、アイテム見てこうぜ。入りたい部活とかある？元気プロテイン。あ、そういうことか。オッケー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 。これ選んだ時に上になんかターゲットマークがついたやつが効果抜群なのかな。これはスマホいじりか。あ、ぽいなぽいな。まだ回復いいか。いや、これ片組準備きたらガッツギア行くか。いや元気、いやいや、これどっち、これ殴った方がいいのか。
あ、回復しちゃった。ちょっと待って、 OK、 間に合うか間に合うかこれ。パーねパーねパーね。いや間に合わねえ。あ、でもまあまあ半分持ってかれたか。相手のチャージ中に効果抜群当てたらもう一つ出たいいみたいな感じかな。おい、もうとどめたまったんじゃないの。ストーカー排除、これいけるべ。ヨレナ、このストーカーめ。おお効くーってなんのかね。そんなつもりじゃ、ちょっとしつこかったかな。ごめんな、俺はお前のこと好きだけどな。ソジ、なんだったんだ一体。なんだったんだ一体。レベルになりましたね。あ、申し訳ないな、ソジに。もうついてきてないな。お前苦手だな、あんな親切の押し売りみたいな感じ。学校の周辺を見物でもしながら帰るとするか。俺後ろのやつストー、俺本物のストーカーじゃない、後ろの女大丈夫か。挙動不審よ、どうしようかな。ちょっと逃げた方がいいんじゃないか。全力でダッシュで逃げるべ。ちょっと待って、今日も学校楽しかったな。お、夜になってる。繁華街はショップありそうだけど、これマップってどこだっけ。あ、開けた開けた、マイナス開けるわ。学校通り、田舎道、繁華街か。あ、南雲通り、鉄塔あるやん、これ鉄塔でしょ。まあまあ、まずは道なりにね進んでいきましょうか。雰囲気いいね。あれ、桜崎、桜崎長次、まったくどこにいても迷惑なやつ。なんだ、えぐ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 。なんつ蹴りだ。蹴り、蹴りの威力じゃねえぞ。とっとと続きをやろうぜ。調子乗りやがって。危ない、なめんなクソガキ。うえ、黒線なんだ。蹴りで自分から割り入った。なんつう蹴りだ。なんだ、何かを感じたのか。運命、目光らしちゃっとるやん。なんだ、なんか思い出してる。なんだあれ、あの蹴り、踏み込みの速さすごいな。観察眼がすごいわこいつ。あの足は、え、まさか過去に会ってた。この足、あの時のあいつ。どうした、もう終わりか。まだまだこんなもんじゃ足りねえんだよ、とことんやろうぜ。まずおまわりさん呼ぼうか。見て見ぬふりできねえような、殺し合いよ。ぎゅお前誰だてめえ。お友達か桜崎。ダメです先輩、暴力はいろんなものを失うよ。え、知った口をドン。失うものなんかねえよ。あります。あ、おいおい優等生ちゃんよ、そいつに何を言っても無駄だぜ。こいつはな、誰から構わず喧嘩吹っかける、どうしようもねえ暴力バカのクズさ。こらいわば害虫駆除よ。そうさ、町のために頑張ってんの。クズじゃない。おっ、こわ、そろそろ帰んなガキ。桜
桜崎先輩をクズにはさせない。まずいんじゃない？どうしてぼーっとして寝ぼけてんのか？蹴りの桜崎さんよ。蹴りのトビ？若干目障りですんで。おっと、足は良くないんじゃないか？潰します。ゲームオーバー。おい、なんでこんなこと。マジかよ、生きてるよな。てめえら殺しやがったな。死んじゃった。あれ、やめて。おいおい、え？あ、生きてた。いや、生き返った。気がついた。誰？ゆっくり。お母さんか？検査では心臓に悪い影響はないって。心臓？もうびっくりしたんだからね。あれ、どうしてここに？お友達が運んでくれたそうよ。わ、ママか。お母さんも会ってないの。あとで礼言わねえとな。おい、しっかりしろ。おい、いや、運命、心臓に病気持ってるタイプやな、これね。てか、頭殴られただけなのにあんなボロボロなの。途中で何回か落としてね、運命くんのことを。お大事にどうぞ。あんな手ボロボロじゃなかったぞ、頭殴られた時。母さん。うん？母さん、先に帰っててもらってもいい？何言ってるの？あなた倒れたのよ。今日は帰ってゆっくり寝さい。お願い母さん。いろいろあって少し一人になりたいんだ。遅くならないようにする。もう遅いんじゃない？もう夜だよ。桜崎先輩が僕を運んでくれた。まだ近くにいるかもしれない。あの猫そうじゃない？今右草むらの奥隠れた。ほら、これ桜崎じゃない？いや、てかさ、なんか心臓には問題なかったわみたいなママが言ってたじゃん。絶対病気持ちや、これ。10年に1人の天才だ。こんばんは。最近この辺りで偽警官、さっさと捕まえろ。もし怪しい人を見つけたら私に教えてくれないか。いますよ、後ろに怪しい人。あれ怪しくない？なんか始まった、サブクエスト、アクティブクエスト。まあ、ちょ、今いいや。ちょ、一旦いいか。このちゃんと働け。じゃ、さっきの猫のところ行くか。なんかアイテムは正直話しかけられないんだ。これ別に桜崎ではなかった。まあ一応じゃあ目的の方向行くか。クエストあったね。クエスト、これどこで確認できるんだ？メニューか。クエスト選んで、サブクエストか。これか。おー、アイテムと経験値もらえるんだ。まあ、まずは、アイテム別に上手くなかったしな。結構宝箱落ちてんな。いや、あんま良くないよ。その、家とかに当てんの。怒られるよ、普通に。え？やばい人いたな。深夜に道路で笑ってるおばさんいたな。絶対話しかけちゃダメよ、ああいうの。ん？警官？偽警官っす。いや、偽警官じゃね？偽警官くせえ！お前だろ！夜のこんな時間に子供が？不良少年め、
署まで来てもらうぞ。何？違います、少し散歩してるだけです。親の許可。正義振りかざしてるだけか。悩めるってすごいなんだよな。不審者が、やっぱこいつ不審者だ。とどめだ。警察官のふりをした不審者だ。とどめになってません、梅くん。夜は怖い大人も多いんだぞ。あと一発か。まあ、回復しないで大丈夫そうやね。君の心のサイレンが鳴ってる。いいね、ワードがいいね。お辞儀の勢いえぐいな。風圧起きてるもんな。俺のポリススピリッツが足りていないのか。得るものはあったか。得るものあったんだ。お前ソジと話して得るものなさそうな顔したのに。さっき署まで来いって言いましたよね。あなたが噂の偽警官ですね。そして僕を誘拐しようとしている。危な。いや、それは違うんだ。なんだ。何が違うんですか。それはなぜなら俺はサイバーポリスサイレンジャーの主人公サイレッドの変身前コスプレをしているだけだからさ。ええ嘘じゃない。サイレンジャーの第27話、無念サイブルーチルでだな。タイトルでネタバレしてるパターンのやつね。ライブで潜入捜査していたサイブルーがなんと幹部に弱みを握られてサイレッドと切り合うことになってしまった後の夜の海辺で一人罪悪感に苛まれるシーンの再現だ。まあ不審者ではあるね。俺はこの話が本当に大好きで録画で50回、動画サイトで30回は見た。でもそれって違法視聴ですよね、動画サイトの方は。毎回涙なしでは見られなくて今も思い出しただけで。いかんいかん、レッドとブルーのツートップ推しである俺には辛いエピソードではあるんだが、あえてここをおすすめさせてもらうぞ。ため息がすごい。聞いているか。いやもうそれだな。なるほど、事情は分かりましたが、誤解されるようなコスプレはやめた方がいいと思いますよ。ボイスすげえな。すまない、以後正義の名のもとになるべく気をつけよう。気をつけないな。でも一応通報はしといた方がいいと思いますよ。え、これまさかだけどさ、クエストこれもう一回戻んないと。うわ、だれー。ここは海町、海公園は？はっきり言いなよ。なになになに、ちょ、あ、やめとこう。やめとこうか。ちょ、修羅場だったな。治安悪いな、この町。あんま良くないよ、梅くん。あんまベンチではしゃぐのは良くないと思いますよ、そんな。やっぱ一人で考えたいことがあるっつっても、ベンチで跳ねるのはあまりよろしく。奥ではフラフラな男が入り、手前では、ベンチの上でジャンプしてる主人公がいる。なや俺。ジョージ、学校は楽しい。金持ちだ。校長からは素晴らしく模範的な生徒だと報告を受けている。おっと、違うな。その調子で頑張れ。進学先の高校はアメリカの学校を手配してある。アメリカの方がいいんじゃないか。お前の行く道は輝かしい未来しかないのだからな。リセスに出てきそうだもんな、桜崎。うわうわ、びっくりした。うわ、約束のネバーランドの管理人だ、あいつ。全部あいつが仕切ってんだ。桜崎の家は。実はね。あれ、これ合うんじゃね。あいつ。おい、後輩。何してる。誰も殺してないですよね。は？
お前、なんで止めた？さあ、あの時はただ夢中で。優等生の気まぐれってやつか。でも、もったいないって思ったんです。僕にはわかるんです。先輩の足はただの足じゃない。1万人に1人、いや10万人に1人かもしれない。雲を突き抜け天空を切り裂ける足です。雲を突き抜け天空を切り裂く、ぽいなかよ。要するにお前は俺の足を守るために鉄パイプの前に飛び込んだってのか。まあそうです、サッカーできなくなってた可能性あるもんな。イカれてやがる。一つ言っとくぞ、俺に関わるな。え？関わってほしいってこと？今友達になってくれってことですか？ほら、やっぱりこいつ合ってたんだ。あの蹴りはあの時のじゃん。